こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。いる時間です。昨日は北海道物産って行ったの？北海道じゃないよ。なんか西部で、なんか美味しいものがいっぱい集まるなんとかマルシェみたいな。あ、そうなの？あ、そっちから。あ、そういうことか。そうそうそう。北海道からもなんか町村の人が来てたけど、いろんなところがあって。あ、そう。それでこの焼きそばとかあるんだ。そう、なんか京都の焼きそばパンとかさ、キヨがね、行ってみたいって言って、まあ連休なのにどこも連れてってやってないしさ、ね、うちらもね、その前ちょっと、バタバタずっと、そうだな。ね、三重行ってて、もう、うさぎの記憶の世話から、うちのことから何から全部任せてったからさ、まあちょっとそんなのもあってね、あ、そう。買い物に行きましたけど。まあいいんじゃない？ね。まあ、メリハリは大事だからな。そうね。まあ、楽しむときは思いっきり楽しむ。そう。普通の日は普通に粛々と。そうだな。まあやることをやりつつ、ということだな。で、まあ俺の方はね、小渕先生とお会いして、ちょっと今度本作るからさ、まあその話を、した後ね、初代の府長さんの山田府長さんね。はいはいはい。のお宅行ってね、うん、うん、たらこうカツオとかさ、まあ先生の好きなものがさ、ね、揃ってて、でそれをお酒飲みながらね、ごちそうになって、まあ本当ね、小渕先生とも何年だ、30年以上ね、のお付き合いだしな、それからまあその山田府長さんも同じだ、そうだね、な、よくさ病院行ってはね、病院に、まあ、古い病院だけどな、前のな、食堂があってね、職員食堂でね、そこへお邪魔して、山田府長がこう料理作ってて、ね、そこで、お酒呼ばれて、美味しいご飯呼ばれてね、というのがね、ずっとあったよね。まあ本当にあの先生とも本当大事にしてもらってありがたいよ。まあね。中川会長もそうだし、小渕先生もそうだし、まあ年齢的には自分のちょうど父親ぐらいな。20年違う。ちょうど20年違う。まあ父親ぐらいの年齢だよね。そうそうそう。だからさ、まあ中川会長が24年前か、亡くなった時には本当にすごい喪失感でさ。で、今度、去年はあなたね、自分のお父さんを亡くして。ね、もし本当に小渕先生に何かあったらさ、もうあなた生きていけないじゃないかと私なんか思うんだけども、まあでもこれはさ、もう死後の世界っていうことをさ、もう散々先生からも教えてもらってるしさ、亡くなった時にどれだけこうね、エネルギーを貯めて、あちらの世界に、わーっと行くんだみたいな話を小渕先生されてるじゃん。そうなんだよね。まあ、だからさ、本当に、小渕先生なんかもさ、まあいつもニコニコしてるけどさ、いや決して楽な道を歩いてるわけじゃないんだよ。そうね。なあ、まあ例えば表面上はね、東大出てね、大きな病院勤め、自分で病院を作り、新しい医療っていうことで注目され、本もたくさん出し、ね、80過ぎても現役で働いててとかさ、ね、その辺はさ、羨ましい限りだけどさ、だけどそういう生き方をするためにはさ、まあ先生はどこまでそれを大変だと思ってたかもわからないけれど、だけど客観的に見たらさ、あんまり周りから理解できない、されないようなこともさ、まあどんどんやってきたわけだよ。まあね、ほぼほぼ病院に寝泊まりしてらっしゃったのね。そうそうそう。だから病院作った時だってさ、まあ大きな志を持って病院作ったわけだけどさ、だけども周りはそれ理解しないからね。だから普通の近所の、方のね、普通の診療もしてたわけだよね。だけどそこでこう波がやってくるわけよ。ね、新しいそのいわゆる標準治療だけではがんはなかなか治んないし、やっぱりもっと代替療法とかね、違うものをやりたいっていう人たちが増えてくるわけよな。そういう中でさ、こう注目されてくるわけよな。だから先生は別に自流に乗ったわけじゃないのよ。自分がやりたいことをやりたいように一生懸命やってたわけよ。な、そうしたら波がやってきたみたいな感じでね。で、今やもうね、いわゆるホリスティック医学とかさ、統合医療っていうことに関してはさ、やっぱり第一人者として。そうだね。そういうのってあるよね。だから計算してさ、10年後こういう中になるから、こういうことやろうっていう、ね、そういうこともあるだろうけれど。だけど、やっぱ俺は好きなのは、自分の目の前のことを一生懸命やって、
興味あることを一生懸命やって、うん、ね、やりたいことやってるうちに、うん、なんかそれが自流に乗ってくるみたいなね。気づいたらそうなってたみたいな。そう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 、うん、そうなんだよね。うん、うん、あのまあイルカだってそうだしさ。そうだね。なあ、うん、小笠原だってさ。そうだね。なあ、うん、もう続けて七八年になるんだよな。うん、あ、ずっとやってきた、うん、ね。まあなかなか小笠原まで行こうなんて人はいないんだから最初は。でもこう興味ある人たちが少しずつ集まってきて、うん、なんかこう原田といえば小笠原みたいなね。そうね、うんうん、で行ってみたいっていう人もね、うん、増えてきたわけだ。で向こうにもね、うん、来てくださる知り合いがさ、どん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 増えてってね、なんか嬉しいよね。そうそう、うん、だからね、本当に信じることを続けることさ、うん、なそれが俺大事だと思うね。うんうん、でまあうまくいかなくても仕方ないしな。そうだね、こればっかりはどうしようもないからな。でもね、やっぱり一番大事なのはやっぱ好きなことやるしかないんだって。そうそう、信じるものも大事だけど、うん、好きだからやってたら、うん、それがうまくいってもいかなくても好きなことやったんだから悔いはないわけでしょ。だからさ、うまくいくとかいかないはさ、うん、2の次3の次さ、うんうん、まずはこうやってみるということでさ、うんうん、でうまくいかなかったらまあしゃあないぐらいでさ、うん、だから本当ね、今ほら観音様のことちょっとね、うん、まあ、尾身先生のそういうテーマの本を作ろうと思うんだけど、うん、まあ、別に観音様っていうのはこれ一つの、うんうん、いわゆる大宇宙のさ、うん、尾身先生は国っていうね、うんうん、あ、その象徴とシンボルとして、うんうん、ね、作り上げたもんであって、うんね、決してああいう人たちがどっかにいるわけではないわけで、うん、で我々はそういうものに手を合わすわけだけど、うんね、でもそれは実はそういうシンボルを通して何に手を合わせるかって言ったら、うん、その自分の中にある、ね、うん、そのいわゆる大宇宙、うん、まあ、小宇宙って言うけどね、うんうん、そういう、こう自分を生かしてる自分の本質に対して手を合わせてるわけだから、うん、な、うん、だから信心っていうか信心ね、うんうん、それは心を信じるってことだからね。うん、そうだね、ね、そういう自覚でしょ、うん、な、だからやっぱりこう結局は自分に対、うん、自分に対して、うん、ね、どういうふうにこう感じどう動くか、自分の、うん、自分の感じたことをどう行動に表すかとかさ、うん、な、うん、そこが大事であってさ、うん、別に遠いところにさ、うん、神様がいてさ、うん、なんかしてくるわけじゃないのよ。うんうん、もちろんそういうすごい大きな存在とはつながっているということよ、うんね、うん、だから孫悟空の話なんかその象徴だと私は思うわけ、うん、ずっと旅をして旅をして旅をして行くわけじゃない、うんうん、だその旅っていうのがある意味人生だしさ、で最後はそこに行くっていう、さ、そうだ、ね、そうだと思ってんだけど、ね、そう、でも結局お釈迦様の手のひらにいるわけだからさ、そう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 、そういうこと、そういうこと、ああ、うん、まあだからそういうもんだよ、なんか大したことやってると思ってても、うん、まあ所詮はっていうね、手のひらで繰り返し何回も何回も生まれ変わって、そう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 、手のひらでくる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 やってるっていう、でもそれは大したことじゃないってことじゃなくって、うん、やっぱりそのことに気づくことが大事よね。そうね、うん、やっぱ大きな力があってその力の中で生きてると、うんうん、ね、そして同時に自分の中にもその大きな力が宿ってると、うん、いうふうなさ、うん、ことに気づいた時って人は変わるんだよね。うん、そうだね。ああ、うん、それはあると思う。そう、だからそういうさ、うん、繰り返しだと思うよ。うん、うん、だから何かにぶつかってはさ、うん、ああでもないこうでもない考えたり、うん、行動したりいろいろやりながらそこをこう乗り越えて、うん、でまた何かぶつかるんだよ。ラグビーのタックルと一緒だよ。そうそうそう、さあ行こうと思ったらタックルで潰され、またタックルで潰されで、うんうん、そういうことやん。だからそういうふうにさ、その繰り返しでさ、うん、ね、まあ順風満帆、うん、ね、平穏無事を望むけれど、うん、なかなかそうはいかない、うんうん、でも荒波が来たってさ、うん、でもいつか波は沈まるわけだしさ、そうね、な、うんうん、そういうふうな中でさ、波が来た時にここどう乗り切っていくか、うん、あるいはどう耐えていくかとかな、そんなことだと思うよ、一生は。そうかもしれないね、うんうん、そうだから、そこでまたな、それをどう受け止めるかがさ、その人のさ、うん、まあ、努力になってくるわけよ、うん、な、受け止め方によって本当それで一気に成長する人いっぱいいるわけだから、うん、ね、癌で死にそうになってさ、うん、そうだ ね、 ね、人生変わったの、うん、王ちゃんみたいな人もいるしさ、それはある、うん、スーちゃんだってさ、うん、もううつ病でさ、うん、大変なところまで行ってさ、復活した、ああ復活してるとかさ、うん、それはあるね、まあ、そういうこう身近な例がさ、うん、周りにいくらでもいるわけだ。そうだね、ああそういう方々にいっぱい学ぶことはいっぱいあるよね。そうそうそう、うん、うん、そうだと思うよ、うん、うん、だからそうやってさ、うん、まあいろんなことがあっても、うん、
ね、うん、まあそれをね、うん、受け止めながら、そうですね、そう踏み出していくということを一歩一歩な、はい、うん、頑張ります、そうだね、気中せずに、そうそう、それが一番いいと思うよ、はい、な、はい、どうも、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。